こんにちは。Amazon S サポーター、堀人です。今日は Amazon アカウントの価値ということでね、Amazon アカウントは大切しましょうというお話です。これ正直、楽天や Yahoo ショップ、メルカリとは比べ物にならない価値があります。例えばこれね、サイトの販売、してるサイトなんですけど、そこで Amazon セラーアカウント買えますというような呼びかけがあります。予算が1万円から100万円ということでね、アカウントを欲しいですというような書き込みもあります。で、実際売り出てるサイトを見てもね、3200万とか、まあ、7000万、5000万、7000万というようなね、金額があります。この値段でね、制約するかどうかともかく、まあ、内容によってはね、これだけの価値があってもおかしくないと。なぜなら、この営業利益、月価200万とかね、300万というのが、これ一人の規模でね、作って、まあちょっといい仕入れ先見つけて、運営がうまければね、割とたやすくこれぐらいの、利益は出せるというのがね、Amazon の凄さ。で、はっきり言ってこれね、他にないです。まあ、ほとんどの日本人の方、ね、今稼いでる金額以上 Amazon で稼ぐというのは、まあ、半年1年やれば十分可能と。じゃあ一方、ね、転職して、今と給料と同じ、あるいはそれより多く、稼げる仕事見つかるかって言ったらね、まあ、その可能性は低いと、ね。そう考えるとね、何の、まあ、他の要素もいらず、ね、物を売って、まあ、運営方法を覚えて、ただコツコツ実行するだけで今の給料以上稼げてしまうというサイトはね、アマゾン以外にはないです。だからこれだけ高く売ってると。ね。まあ、アマゾンアカウントは仕入れ先、アカウントの状態、運営ノウハウがしっかりしていれば1000万を超える価格の販売も可能です。まあ、私の会員さんもね、これアマゾン本格的に始めて、まだ半年経ってないですけど、もうすでにね、1万ドル突破。1万ドルってことは年商で言うと1000万規模になってます。まあ、一人でやっててこれだけ一気に行くというのもないと。で、アマゾンだけなんでそんな価値があるかというと、逆に言うとね、もしもなんか問題を起こして、アマゾンアカウントなくなってしまった時に、それをリカバリーして作るのにね、まあ、はっきり言って金かかります。ね、なんか巷に流れてるね、メールアドレスと名前と住所とか、ごまかして作れますっていうのね、全然甘いです。なぜなら、アマゾンっていうのはね、やりようによっちゃ簡単に年間、1億以上の売り上げ上がるサイトですから、まあ、当然セキュリティもね、非常に厳しいと。何段階にも分かれて、売上が上がれば上がるほど厳しいセキュリティをかけてます。まあ、一方、Amazon 以外のサイト、ね、稼げる金額も正直、たかが知れてると。ね、で、プラス、もし問題を起こして、アカウントなくなったとしても、たやすく、再作成は可能という段階でね、価値は正直ないです。ね、Amazon アカウントは価値がある。非常に価値ありますし、稼げます。ところが他のアカウント価値がない。事例見てみたもね、メルカリ、それから、楽天、ヤフーショップチェックしましたけど、まあ、高額で決まってるのはない。プラス、もうそもそも売り物がない。なぜなら、需要がないからね、売り出してもしょうがないと。メルカリアカウント売りますとか言って、何考えてんでしょうかと、ね。なんでそんな簡単に誰でも作れるアカウントが売れると思うんでしょうかという話になってしまうということです。そんなわけでね、まだ慣れなくて商品がうまく見つかってませんと、ね。あるいはね、見つかったけどそれほど大きく稼げてない。その場合はね、Amazon アカウントの価値低く見積もっちゃうかもしれないんですけど、非常にこれね、稼げる可能性のある、価値の高いものなんでね、きちんと作って、大切に運営してください。Amazon アカウントの作り方。これ作り方ね、失敗すると作れなかったりしますからね。Amazon アカウントの作り方、やってはいけないこと、こういうことやっても大丈夫かなというのはね、しっかり確認して運営していってください。Amazon アカウント価値。ほとんどの、ね、会社が思っているよりも実は価値あります。でね、なくした後で作るのすごい大変です。よくね、赤バンされた人にアドバイスするとね、そこまでやんなきゃいけないんですかというような話をされますけど、まあ、そのぐらいやってもね、十分見合うだけの価値がありますし、
まあ、逆にそのぐらいの対策しないならね、まあ、正直、まあ、Amazon じゃないところで売った方がいいんじゃないのかなというぐらいね、Amazon は稼げますし、セキュリティは厳しいです。その形で。まあ、せっかく円あってね、Amazon 輸出やってるわけですから、セラーアカウント大切にしてください。またご相談、ご報告お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。